どうも、うるまです。はい、本日の動画はですね、もう先日とんでもないコラボのニュースがまた飛び込んできたので、本日の動画ではですね、どんなコラボかというところをですね、徹底解説していこうと思います。自分的に最近発表されたコラボの中で一番ちょっとテンションが上がってるコンテンツになるんですよね。やっぱここに来てね、やっぱ春のシーズンが本格的に始まってきてるところがあるので、コラボのニュースがやっぱ活発ですよね。それこそ先日ユニクロ U も販売されましたし、自由とアンダーカバーとかもあるし、まあ、H&M に関してもですね、別の動画で一本まとめようと思ってるんですけど、またビッグのコラボが発表されたりとかあるんですが、今回コラボを発表したブランドがギャップなんですよね。もう自分も大好きだね、もうカジュアルブランドのギャップなわけなんですけど、そのギャップが今回コラボレーションを発表いたしまして、でですね、そのギャップと今回コラボするブランドさんなんですけども、こちら、はい、なんとパレスさんですね。ギャップ×パレスのコラボレーションがこの今年2024年の春夏に発表されまして、しかもですね、もう販売がもう直近になっているんですよ。なのでまずは今回ギャップとコラボするパレスというのがどんなブランドかというところと、まあ、今回のコレクションですね、結構充実したコレクションになっているので、まあ、そちらのアイテム、どんなアイテムが出るかというところと、あと販売とかですね、そういったところを中心にお話をしていこうかなと思います。はい、じゃあまずですね、今回ギャップとコラボするこのパレスですね、それがどんなブランドかというところから簡単にご説明しようかなと思います。で、この今回コラボするパレススケートボードというブランドですね、こちらがイギリスロンドン発祥のスケートブランドでございまして、例えば、ね、アメリカで言うとこちら、はい、シュプリームっていうブランドがあるじゃないですか。この超有名なスケートブランド、スケートブランドがあるんですけど、まあ、いわばイギリスのシュプリームみたいな、そんな立ち位置のブランドで、もうほんと毎シーズンでコレクションを発表するたびに完売だったりとか、まあ、反響が大きいですね、超人気ブランドでございます。このパレス自体はですね、いろんなコラボレーションを過去にも行っていて、ほんとね、カジュアルブランドからハイブランドまでいろんなことをやってるんですよ。例えばハイブランドとかで言うと、パレス×グッチとか、そういうコラボもあったりとか、あとはパレス×ラルフローレンとか、あとはですね、日本のブランドで言うとパレス×エビスジーンズですね、そんなコラボレーションもあったり、あとアディオスのコラボもあったかな。ほんとね、幅広く毎回毎回話題になるコラボなんですけど、今回コラボレーションを選んだのがギャップというところで、いや、これはね、期待せずにはいられないというところで、で、今回のコレクションに関してはメンズを中心したラインナップとプラス今回キッズ、やっぱギャップってね、子供服がめちゃめちゃ可愛いんですよ。自分もね、親戚の子供とかにめちゃめちゃギャップの子供服買ってね、貢いでるわけなんですけど、今回のギャップ×パレスに関してはキッズも豊富に取り揃えてるってところも含めると、もうめちゃめちゃ自分的にはぶっ刺さってるコラボなんですよね。はい、というわけで今回ギャップとコラボするパレスというブランドがですね、どんなものかというところを、まあ簡単にはね、なってしまったんですけども、ご紹介させていただきまして、で、今回の、まあ、気になるですね、ギャップとパレススケートボードのコラボレーションの販売日ですね、こちらの方を先にお伝えしていこうかなと思うんですけど、今回のコラボレーションの販売日が今週ですね、3月23日土曜日から販売開始になっていて、主な販売店舗としましてはギャップの一部店舗、さすがに全店舗ではないみたいで、結構ね、限られてるんですよ。全国ですね、一応取り扱い店舗で発表されているのが、6店舗、全国6店舗ではあるんですけど、各地方都市のね、まあ、主要店舗に展開されるみたいなので、お近くのどこかには展開されてるんじゃないかなと思いますので、まあ、詳しくはですね、ネットとかそういったところでね、ご調べいただけたらいいんじゃないかなと思います。でもですね、今回ネットでの販売もあるみたいで、公式のオンラインストア、こちらでね、販売も予定されてるみたいなので、まあ、もしね、調べてみて近くで取り扱い店舗がないとか、なかなかお店に行く時間がないって方は、ぜひですね、オンラインの方でもチャレンジしてもらえたらなと思います。いや、自分もね、ちょっとこれは欲しいですけど、販売日当日ちょっと狙いに行きますか。はい、ではですね、皆さんが気になってるであろうラインナップの方ですね、そちらのご紹介に移っていこうと思います。ではですね、ちょっとジャケットのカテゴリーから見ていこうかなと思います。まず一つ目のアイテムがこちら、はい、こちらがですね、パレス×ギャップのスタジャンですね、になります。このアイテムに関してもジャケットというかアウターですね、あと表地が多分メルトン地に対して中がキルティング色になってるので、中綿も入ってるのかな。で、デザイン的な胸元にギャップの地と、このパレスでね、よく出てくるこの鳥のキャラクターがいるんですけど、これが胸に配置されたアイテムで、袖の両サイドにもデザインが入ってまして、ギャップのワッペンで、もう片方の袖には国旗ですね、そちらが配置されたデザインとなっていて、反面の箇所がこちら、はい、こちらもですね、パレスというワッペンと、胸元にもあるギャップの G と、この鳥のキャラクターですね、そちらが入った、かなりグラフィカルなアイテムでございます。で、カラーが多分こちらグレー一色ですね。まあ、結構ね、カジュアルなね、アイテムではあるんですけど、グレーがね、ベースになってるので、まあ、どこが着やすいというか、このカジュアルになりすぎないデザインっていうのが、このパレスのね、なんか絶妙なバランス感なんじゃないかなって思いますね。これ可愛いね。まあ、買ってすぐ着れば、まあ、少しの間着れると思うんですが、正直4月とかになってくると、暑くなってくると思うので、まあ、ここに関しては今年の秋冬用っすね。それで購入いただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてのアイテムになります。続いてのアイテムがこちら。はい。
こちらがバレスギャップのウィンドブレーカーでございます。こちらがですねカラー展開が2色になって、まず1色目がですねこちら、はい、このホワイトとグリーンの2トーンになってるデザインですね。こちらのカラーとで2色目がこちら、はい、ネイビーとイエローの2トーンカラーですね。こちら2色展開となっております。この手のねウィンドブレーカーのアイテムに関しては結構オールドギャップ90年代とか2000年初期くらいにギャップからですねリリースされてるアイテムで、割とねギャップの中でも定番アイテムとして長らくね展開されてるアイテムなんです。古着市場でもね人気が高いアイテムなんですけど、今回のコラボレーションにもしっかり落とし込まれてますね。だからこのね今回のギャップとパレスのコラボレーションのなんかテーマというか、それがですね90年代にギャップ着でスケートボードをしてた当時のスタイリングから着想を得たコラボレーションコレクションというところだったので、そういうところもあってねオールドギャップの雰囲気とかそういったところが落とし込まれてるアイテムなんじゃないかなと思いましたね。いやこれ結構渋いだって思っててかっこいいっすよね。このなんかホワイトとグリーンのねこうツートーンでね清涼感のある感じをね、ちょっとなんか、まあ、ちょっとサーフっぽいというかちょっと海っぽいデザインも感じるんですよね。まあ、ここもいいしけど、このなんかネイビーとイエローのザ・オールドギャップの配色で着るのもかっこいいし、これ迷うな。今のところはなんかホワイトとグリーンちょっと惹かれる部分あるんですけどね。でこれがウィンドブレーカーなんですけど、前開き全部じゃなくてハーフジップかなのプルオーバータイプになっていて、でフロントにポケットがついたデザインと、あと袖のところにギャップとパレスのロゴが書いたデザインですね。かっこいい。でこのアイテムに関してはセットアップでも着れるアイテムとなっていて、続いてのアイテムがこちら、はい、こちらがボードショーツでございます。でカラーリングは先ほどと同じこちらですね、はい、2色展開になっていて、このホワイトとグリーン、あとネイビーとイエローのツートンカラーですね。こちら2色展開でございます。まあ、セットアップでもかっこいいね。これはやっぱ白欲しいな、白グリーン。いやーここら辺のアイテムちょっと狙いたいけどな。なんかね多分後ほど紹介するスウェットとかパーカー系が多分人気が集中しそうな感じではあるんですけど、でこれ欲しいかな。はい、それでは続いてのアイテムでございます。続いてのアイテムがこちら、はい、こちらがパレスギャップコラボのナイロントラックトップジャケットでございます。こちらが色展開に関しては多分これ一色展開なのかな。でこれね配色に関してはこのボディの部分がダークネイビーになっていて、あと袖の切り替えの部分がワインカラーですね。であと白のパイピングが入ったデザイン で胸元にパレスギャップのロゴがアージ状で入っているのと、あと背面、はい、こんな感じの胸元同様のデザインがですね入るアイテムとなっております。まあスポーティーなねルックスのアイテムであるんですけど、まさにトレンドを抑えたアイテムですし、素材がねナイロンってところだから、もしかしたらですねオールドギャップとかそういったね雰囲気を踏襲しているアイテムだったら結構マットな風合いのナイロンが使われてるんじゃないかなとか思ったり、これも楽しみですね。まあカラーリングもねなんか配色ではありつつなんか上品さも感じるのでなんか着やすそうですね。でこちらのアイテムもですねセットアップで着れるアイテムでございまして、アイテムがこちら、はい、こちらがナイロントラックボトムでございます。配色に関しては先ほど同様ですね、セットアップで着るので同じカラーになっていて、ポケット付近ですね、で左側の方にパレスのロゴが入っているアイテムでございます。まあ、これはねもちろんセットアップで狙いたいところではあるんですけど、まあジャケットだけとかパンツだけとかねどちらでも別々でもね活躍しそうなアイテムなので、でこれもねちょっと人気ありそうっすね。はい、じゃあ続いてのアイテムになります。続いてのアイテムがこちら、はい、こちらがですね結構パンチの効いたアイテムだなと思ったんですけど、こちらがですねオックスフォードドロップショルダーシャツでございます。でこのパッチワーク風のデザイン、これがね結構オールドのギャップだったりとかブルックスブラザーズとかあとはラルフローレンとかそういったところからもですね結構古着を掘ると出てくるアイテムなんですけど、これが今回のコラボでも出てくるところで、これ可愛いなぁ。このでっかめに着てなんかベージュのショートパンツとかと合わせたらすげえかっこいいんじゃないかと思って、欲しいこれ。でこちらがですねオックスフォードの生地、ブルーだったりピンク、イエローですね、そういったものがパッチワークで入っているのと、で背中にはこちら、はい、パレスのロゴとあとギャップのロゴが入っているのと、あと国旗ですね、でスタジアムにも入ってた国旗がこちらにも入っております。でこちらもですね他にも色展開ございまして、もう一色がこちら、はい、先ほどがパッチワークだったんですけども、もう一色に関してはカモ柄ですね。カモ柄のオックスフォードシャツが使われたアイテムでございます。まあ、このアイテムもねシャツとしてはもちろんなんですけど、中にパーカーとかに、ね、そういうの着込んでじゃあジャケットとして、ね、着るのもかっこいいんじゃないかなと思ったアイテムですね。いやこれはねオックスフォードのパッチワークの方が人気でそうですけどね。ただ迷彩も根強い人気があるんで、最近まだ特にね迷彩柄が調子良かったりするんですよアパレル業界の中で。なので、ね、探し方も多いと思うので、まあ、こちらね人気が高そうなアイテムだなって感じましたね。はい、じゃあ続いてのアイテムなんですけども、続いてのアイテムはこちら、はい、
こちらがパレスギャップのラグビーシャツでございます。まあ、こちらがですね、多分一色展開になってるアイテムなんじゃないかなと思いまして、結構ね、配色なってて、ネイビーとグリーン、あとイエロー、ホワイト、あとブルー、レッドのですね、いろんな配色の入ったマルチボーダーカラーに、袖の部分にはですね、先ほど紹介したウィンドブレーカーの袖に入ったロゴと同じデザインが袖に入っております。まあ、カラーリング的にはなんかラスタカラーじゃないですけど、若干そんな雰囲気も感じるですね、色味になってて、ただですね、このラグビーシャツって結構ギャップの中でも定番的にリリースされてるアイテムで、未だに店舗に行くとラグビーシャツでリリースされてたりとか、あとは古着のギャップとかで見てみると、まあ、いろんなボーダーだったり無地だったり、そんなラグビーシャツね、ただ古着でも出てくるので、まあ、今回のコラボレーションがですね、その90年代にこのギャップを着ながらスケートボードをしていたっていうですね、その当時を思い出させるような、今回のコラボレーションコレクションになってるというところなので、その雰囲気がですね、全開に出てるアイテムなんじゃないかなと思いますね。結構ね、ルックの中でも映えてたんで、これ狙ってる方も多いんじゃないですかね。はい、じゃあ続いてのアイテムになります。続いてのアイテムがこちら。はい、こちらがですね、カーゴパンツでございます。結構シンプルなアイテム見えがちなんですけど、フラップのポケットのところにパレスとギャップのワッペンといいますか、ロゴが入った、まあ、シンプルなんだけどコラボを感じさせるですね、アイテムになっております。やっぱね、ギャップも店頭に行くと、毎シーズンですね、もういろんなカーゴパンツもリリースされてるところがあるので、まあ、今回のコラボでもですね、やっぱポケット使いのカーゴパンツとか、ファッションシールの中でもね、もうトレンドというか、もう定番として、常に人気のね、アイテムなので、今回のコラボでもしっかり落とし込まれてますね。で、カラーに関しては2色展開で、こちらがベージュのカーキのカラーと、あとはカモ柄ですね。もうシャツと結構パターンが近いのかな。こちらの2色展開になってるみたいですね。で、このアイテムどっちもいいっすね。このカーキのカラーを、さっきのラグビーシャツを合わせるのもかっこいいですし、あとはカモ柄のカーゴパンツの方を、なんか手持ちのマウンテンパーカーとかね、そんなアイテムとミックスでコーディネートするのもかっこいいと思うので、いや、これは欲しい。てか全部欲しいな。はい、それでは続いてのアイテムでございます。続いてのアイテムがこちら。はい。まあ、多分今回の、まあ、コラボレーションですね。ギャップとパレスのコラボレーションの中で、多分一番人気に多分これがなるんじゃないかなと思ったアイテムなんですけども、こちらがパレスギャップのフーディーでございます。で、今回のコラボレーションの中でもやっぱり一番売れると予想されるアイテムなので、色展開も豊富になっていて、こちらですね。はい。4色展開になっております。いや、色味も渋いよね。これが多分ブラックにグレーの文字かなって入ってるのと、グリーンに対してはブルー。で、あと、こちらアッシュグレーにネイビーのロゴ。いや、これもザ・ギャップの配色ね。で、あとはワインにオレンジの入った。これ全部やっぱギャップの、オールドギャップに雰囲気がやっぱしっかり寄せてますね。いやー、で、これフロントにパレスの PAL が入ってて、背中にギャップですね。入ってるアイテムなので、まあ、どのアイテムも人気そうですけど、やっぱりブラックとグレーの2色がまあ2強なんじゃないかな。いや、かっこいいね、これは。まあ、売れるだろうなって思いますしね。で、これやっぱ生地感が気になりますね。ギャップのパーカーってすごいヘビーなものもあれば、すごい薄手なもので、まあ、物によってはですね、若干物足りないものもあったりするから、自分ね、せっかくパレスのコラボだったら肉厚なフーディーですね。そういったものをちょっと期待したいですけど。これちょっと実物気になりますね。ただこれは販売早そうなんで、なんか悩んでる時間もなかなかなさそうですね。はい、それでは続いてのアイテムでございます。こっからですね、T シャツのアイテムになるんですけども、一つ目のアイテムがこちら。はい。こちらがですね、パレスギャップのヘビージャージ T シャツでございます。胸元にこのパレスのロゴが入って、下の面にギャップと、あと呼吸のロゴですね。まあ、さっきのオックスフォードシャツの背中に入ったデザインですね。そちらが、T シャツの胸元に入ったアイテムですね。こちらに関しては2色展開となっていて、こちら。はい。グレーとブラックの2色展開となっております。でですね、T シャツもう一方ありまして、もう一方がこちら。はい。このパレスギャップのアイテム名が T シャツでございます。シンプルなアイテム名ですね。で、こちら色展開に関してがこちら。はい。ホワイトとブラックと、このグリーンかな ?3 色展開でございます。でですね、こちら、結構憎いで、ね、ロゴの使い方になってて、このやっぱギャップってさ、GAP じゃないですか。GAP で、このインラインアイテムもですね、ギャップと大きく書いたアイテムあるんですけど、このアイテムに関してはこのギャップの P がパレスの P になってるんですよね。パレスの P って、このね、太いフォントが斜めになったようなね、このフォントが使われてるんですけど、それがミックスされたようなんですね。まさにコラボを感じさせる憎いこのねロゴの使い方、売れそう。まあ、自分はなんかブラックでなんかねモノトーンに着たいかな。なんか T シャツもブラック、パンツもブラックでなんかワントーンにスケッシュとか合わせて着るとすごいかっこいいなと思ったので、これ欲しいですけどね。なんか大きめに着るのもかっこいいけど、ちょっとジャストで着てもかっこいいなと思うアイテムですね。はい、ではですね、ここからはちょっと今後のね紹介していこうと思うので、このね流れで紹介しようかなと思います。で、一つ目のアイテムがこちら。はい。こちらが、フラッグシックスパネルキャップでございまして、色展開がこちら。はい。多分3色展開ですかね。ネイビーとベージュ、あとカモ柄の3色展開になっております。で、デザインに関してはオックスフォードの背中の部分と T シャツのフロントに入ったデザインがこちらに採用されております。で、続いてなんですけれども、こちら。
はい、こちらが、シックスパネルキャップでございます。これはね、T シャツにも使われているギャップの P がパレスの P になっているロゴになっておりまして、これね、色展開が事前のね、ルックに出てこなくて、このブルー一色で出てるんですけど、他にも色あんのかな？なんかありそうな感じもしますけどね、になっております。はい、ではですね、小物はキャップだけではなくて、こういったアイテムもありまして、アイテムはこちら。はい、こちらがクルーソックスとなっております。で、これ T シャツとか先ほどのキャップですね、使われたギャップのロゴですね、ギャップとパレスが混ざったロゴがソックスのリブの部分にジャカドで入ったアイテムでございます。これいいね。で、色に関してもこのホワイトとネイビーの2色で展開されてるみたいですね。うん、どちらも可愛いカラーだなと思いますし、もちろん普通に履いてもらってもいいんですけど、なんかショートパンツ合わせてね、しっかりロゴを見せながら履くのもかっこいいアイテムなんじゃないかなと思います。はい、ではですね、ここまでキャップとソックスをご紹介させてもらったんですけど、今回のコラボですね、しかもバッグもあるんですよ。ほんとね、今回トータルのラインナップになってて、結構ボリューム感ありますよね。でね、バッグが2型ありまして、1つ目のアイテムがこちら。はい、こちらがバックパックでございます。このパレスとギャップのロゴがミックスされてる、なんかちょっとね、ヴィンテージ感も感じる、なんか可愛いデザインですね。まあ、今っぽいんだけどちょっと懐かしさもある、このアーチロゴが入ったね、バックパックになってるんじゃないかなと思います。なんかどこか通学パックというか、そんな雰囲気もあって抜け感のあるデザインになってるんじゃないかなって感じましたね。もう一つのアイテムがこちら。はい、じゃあパレスギャップのウエストバッグでございます。これもですね、リュック同様のロゴが入ったミニバッグになってますね。まあ、夏に向けてはですね、もちろんリュックも年間テーマではあるんですけど、まあ、着こなしがね、やっぱシンプルになってくるので、まあ、バッグも小さくしたいという方もね、結構多いと思うので、結構嬉しいアイテムなんじゃないかなと思いましたね。はい、じゃあここまでですね、アパレルの小物になるんですけども、今回はですね、アクセサリー類というかその他のね、雑貨も結構ありまして、ちょっと簡単に触れていこうと思うんですけど、ぬいぐるみあるんですよ。これちょっと欲しいなと思ってるんですけど、アイテムがこちら。はい、こちらがね、ダックのぬいぐるみですね。スタジャンの胸元に入ってるデザインですね。 G のロゴにこのアヒルが入ったデザインですね。こちらがぬいぐるみになってるんですけど、これ欲しいっす。これ部屋に飾りたいっすね。で、あとはですね、こちら、はい、これもですね、店頭見てついで買いしたくなるようなアイテムだと思うんですけど、こちらがステッカーパックですね、になります。で、今回のコラボの書き起こされて作ったオリジナルのですね、デザインのものがセットで入ってるアイテムみたいですね。でですね、今回はパレスがですね、スケートブランドというところもあって、スケートボードも販売されるみたいで、アイテムがこちら。はい、こちらがスケートボードでございます。シュプリームもですね、結構毎シーズンスケートボードとかもリリースしたりするんですけど、やっぱパレスもね、出すんですよね。これ俺ね、部屋にスケートボード飾ってるんですけど、部屋に飾ってもかっこよさそうなアイテムなので、いいっすね。特に自分はこの、はい、オックスフォードのパッチワークデザインが落とし込まれたやつが可愛いなと思うんで、欲しいんですよね。はい、っていう感じですね。ほんとジャケットからスウェット、T シャツからパンツ、なんなら小物まで含めると、かなりボリューム感のあるコラボになってるので、結構ね、力の入ったコラボレーションになってるんじゃないかなと思いましたね。でですね、今回は冒頭でも言ったようにメンズだけじゃなくて、キッズのアイテムも出ていて、デザイン的には同じで、サイズ感がキッズになったアイテムもありまして、まあ一番で言うとこんな感じ。はい、こういったアイテムがキッズアイテムとしてもですね、リリースされる予定みたいなので、これはですね、まあお子さんのセットでね、リンクコーデで着てもらってもすごい可愛いアイテムだと思いますし、いや、子供服ってね、自分自身も本当にいろいろ友達のね、子供に買ったりもするんですけど、まあ、気の利いたデザインってね、やっぱり、ね、高いんですよ。あとはなかなかなかったりもするんでね、そういったところでパレスのギャップの子供服着てる子なんてめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。なんでね、ぜひね、そっちの目線でも俺は狙ってるんですけど、ね、買えるかな。はい、というわけで、ね、今回の動画は先日発表されたギャップ×パレススケートボードですね、コラボレーションアイテムのラインナップご紹介させていただきました。でね、改めてになるんですけど、今回のコラボレーションの販売日が3月の23日土曜日ですね。そちらでギャップの一部店舗とオンラインで販売開始になるみたいなので、まあ、詳しくはですね、お近くのギャップさんとかそういったところにお問い合わせいただければと思います。はい、というわけで本日の動画もちょっとしたいところなんですけども、最後に告知の方を挟ませていただこうと思います。このね、ギャップとパレスのコラボレーションもあるんですけど、私ウルマのですね、先日こちらの動画の方で、はい、発表させてもらったんですけども、私もビッグなコラボレーションアイテムを発表しておりまして、人気ショップのベイフローさんとウルマの特別コラボラインがですね、この度立ち上がることになりまして、その販売日がですね、3月の22日金曜日になっております。詳しくはですね、概要の方にこのアイテムのラインナップだったりとか、どんなコンテンツかという説明のね、 YouTube 動画を出させてもらっているので、そちらね、概要欄からぜひ見てもらえたら嬉しいです。ベイフローさんもですね、全国に60店舗以上ありますので、この全国にですね、自分のコラボアイテム並びますし、あとはオンラインでも買うことができますので、まあ、よろしければですね、この春に大活躍するセットアップアイテムですね、今度も作らせていただきましたので、そちらもチェックしていただいて、ぜひねご検討いただけたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画はですね、少しも参考になったとか、面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネルの方をお願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分の TikTok と Instagram のアカウントも貼っておりまして、日々ファッションのニュースだったりとか、日々の機関紙とか、そちらに載せているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。